たけし税理士の白岩です。静岡市で会計事務所の代表を務めております。今回は独立起業しようと考えられている方へのアドバイスということでお一つ話したいと思いますけども、時々ご相談いただくのが独立起業したいんですけどしようと考えているんですけども私はした方がいいんでしょうかというようなご相談ですね。不安な気持ちはよくわかりますけども、結論としては正直、よくわかりませんと。行動して、見ないと、結果がどう出るかというのは誰も何とも言えませんのでまずは行動することがいいんじゃないですかというのがアドバイスとして差し上げているものです。で例えば私の例でですね、前職で監査法人というところに10年勤めておって後半5年ぐらいは会社辞めて、一人でやってみたいなみたいなことも思っていました。ただ前の会社で営業を一切したことがなくて独立したところで営業できるのかというような不安がずっとつきまとっていて結局その5年ぐらいずるずるして丸10年会社に在籍いたしました。でいざ独立した時もですね営業など全くしたことがなくて、先に独立していた同期の前の会社の同期の人に営業ってどうやるのって尋ねてクスクスって笑われてなんとなく恥ずかしい思いをしたこともあるんですけども、で、自分なりに不器用ですがいろいろ営業してみて、丸3年弱経った今では営業が一番好きだと言いますね。営業とかマーケティングを考えているのが一番好きだと、言います。ですので3年前の自分に、言って聞かせる機会があるんであれば大丈夫だよと安心して独立して営業もうまくやれるからそれでいいんじゃないのというのを自分にアドバイスしてあげたいかなと思います。で今これから独立されようとされる方もですね、この部分は得意だけどこの部分は苦手だよなんていうのがあるかと思います。でもそういうのを実際やってみるとですねどうなるか分かりません。意外と苦手だと思っていたことがすごく得意だったこともあるし大好きになることもありますね。ですので、とにかくやってみないと分からない、頭で考えてたって結果は出ない、結論は出ないのでまずは行動することがいいんじゃないかなと思います。ただ、そういうことを何度も言われているという方は多いと思います。まず行動しないとわからないというのは皆さん多く言われますので、じゃあ、それだとちょっとリスク高いからまた二の足踏んじゃうという方はですね、一度私にご相談いただければと思います。静岡、市、発注静岡市とか、その近辺の方であれば、私のところ来ていただくのそこほど苦でもないと思いますので、一度来ていただいてお話を聞かせていただければなと思います。こういうビジネスでこういう事業で、いつ頃、いくらかけてどのぐらいの規模人数とか資産規模お金の規模とか売上規模でやろうと思っています、これでうまくいくでしょうかというのを一度ご相談いただければですね私なりにご意見を述べさせたいと思います。私なりにこれはいいんじゃないですかとかここは、ダメだと思います、このぐらいのペースでお金が減ってきますのでここで資金ショートしますよなんていうことはご意見差し上げることできますので、いきなり起業するのは不安だなということはまず私にお話しいただいてそれからまた判断していただくのがいいんじゃないかなと思います。ぜひご興味ある方はご連絡いただければと思います。この YouTube であれば下の方に連絡先が書いてありますのでぜひお気軽にご連絡をください。